こんにちは、動画ファンの成田です。今回は Facebook のメッセージについて注意事項をご案内いたします。Facebook、まず自分の日記のような記事を投稿するというのはよくやっていることかと思います。それからお友達の投稿を読んで、そのお友達の投稿にコメントを残す、いいねもするけど、コメントも残すなんていうやり取りもあるのではないでしょうか。そしてもう一つ、直接お友達とダイレクトにやり取りができるメッセージという機能もあります。で、今回はそのメッセージについての注意事項となります。というのが、 Facebook 仕様変更に伴いまして、お友達じゃない方からのメッセージが、すぐに読めなくなってしまいました。で、まずこちらスマホ、Android のスマホなんですけれども、こちらのマークですね、ここをタップしていただいてメッセージを読んでいるかと思います。またですね、Facebook を使うときに、通常のこの Facebook のアプリとそのメッセージを読むときには、このメッセンジャーというアプリを使っているかと思います。で、このメッセンジャー開いていただくと、直接この Facebook のメッセージのやり取りの、表示が出てくるかと思うんですけれども、お友達になっていない方からのメッセージというのは、実はこの一覧に表示が出てこないんですね。なので、うっかりすると、例えば最初のお友達申請に、メッセージを使ってご挨拶を送ったりしている方も大勢いらっしゃると思うんですけれども、お友達になっていないので、せっかく丁寧なご挨拶を送っても相手に読まれないという可能性があるんですね。そこで、こちらのメッセージの確認というのを、時々していただきたいと思います。というのはですね、実はここに表示されていないだけで確認はできます。どのようにやるかと言いますと、Android の場合はこの右上に歯車のマークがあります。 iPhone の場合は下に歯車のマークがありますので、この歯車のマークをタップしてください。そうするとこのような表示が出てまいります。この中の上から2つ目の連絡先ですね、こちらをタップしてください。そうすると3つメニューが表示されますので、この中のメッセージリクエスト、こちらをタップしてください。そうすると、今私の中では3名いらっしゃるんですけれども、実はこの3人の方、お友達じゃないんですけれどもメッセージを送ってくださっていた方になります。で、こちらで時々確認をしていただいて、お友達じゃない方からメッセージが届いている可能性もありますので、メッセージを確認していただきたいと思います。で、ごめんなさい、今ちょっとここにいらっしゃる方がもう退会されているのかどうかちょっとわからないんですけれども、こちらをピッとタップしていただくと、それぞれ内容をチェックすることができます。で、例えばお友達の申請とかで、どうぞよろしくお願いしますとかっていう挨拶だった場合で、よろしければ承認、お友達の承認もされるかと思うんですけれども、その時に、下に承認するまたは承認しないという表示が出てまいりますので、よろしければ承認するをタップしてください。特にお友達になる必要がないなと思うような方であれば、承認しないをタップしていただいても OK です。承認するをしていただきますと、最初のこちらの一覧にその方からのメッセージが表示されるようになります。それではパソコンでも同じように、直接は見ることができませんので、確認方法についてご案内をしていきます。それではパソコンでの確認方法をご案内してまいります。パソコンで Facebook 開いていただきますと、右上にこんな風な表示が出ているかと思います。で、このメッセージというこの吹き出しのマークですね、こちらからいつもメッセージ確認していると思います。で、こちらをクリックしていただくと、このようにメッセージの一覧が表示されるかと思います。で、この中にお友達でない方からのメッセージというのは表示されておりません。その場合どのようにやるかと言いますと、この一覧を開いた状態で一番下のすべて見る、こちらをクリックします。はい、そうするとこのように画面が切り替わります。
そしたらばこの中の左上のこのもっと見るというここですね、ここをクリックしてみてください。そうすると未読フィルタ済みアーカイブ済みと出てきます。この真ん中のフィルタ済み、こちらをクリックします。そうするとこのように、メッセージが表示されるんですけれども、ここに表示されている人たちのメッセージというのはお友達になっていない方からのメッセージになります。でちなみにですね、お友達になってしまった方も載っています。メッセージは確認してないんだけれども、すでに、お友達リクエストをいただいて承認をしている場合の方の最初のメッセージ、こちらに表示が出ております。でこれもそれぞれクリックしていただきますと内容を確認することができますので、パソコンからもこんな風に時々、お友達じゃない方からメッセージが届いている可能性があります。で特にお友達の申請の時に来ていることが多いかと思いますので、お友達申請が来ていた場合には、こちらも確認していただくとよろしいかと思います。こちらを使っていただいてメッセージの読みこぼしがないようにしていただければと思います。それでは以上となります。最後までありがとうございました。